常年司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひ Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。同じ日本人としてね、心から福島の復興を願っている私としてはね、もう感化できないひどい番組ありました。はい、サンデーモーニングって言うんですけどね、もう皆さんお分かりですよね。あの風評加害者としてね、散々この福島のね、悪評ばらまいたサンデーモーニング。今日もね、コメンテーターの一人のね、道の記者ですかね、土の子新聞かなんかのね、記者がね、散々自分らでね、風評加害煽っといて、人ごとみたいにね、ね、なんかその、あの、他県が反対している。ね、あの、処理した土をね、その、県外でそのね、あれですわ、除染土を県外で処理するのに、県外の人が反対してるとこなんですけど、いや、それ反対してんのお前らがデマばらまいたからだろ、みたいなね、もうほんとお前言う案件やってたんですが、今日ね、問題になったのはね、飯舘村のね、長泥地区というところなんですよ。でね、そこで何やってるかというと、あの、除染でね、まあ、要はその表面削ったわけですよ。このね、一応その放射性プルームがね、落ちたと。ね、まあ、いろんなそういう、発電所がね、爆発して、その放射能含んだものが、まあ、落下して、汚染されたという土地のね、表面を削って除染事業ってやってましたよね。で、あれをですね、長泥地区では、処理をしてですね、処理してるんですよ。処理して処理土に変えて、で、その処理土を使ってですね、作物を作るね、実験を実はやってまして。で、私ここね、訪問してるんです。はい、一昨年ここ行ってきてるんですよ。なので、よく知ってるので、こいつらまたひでえ報道してんなと。いうことでね、ちょっと気がついたこといくつか指摘したいなと。まあ、あとね、番組全般に関してもちょっと文句があるので、それも言いたいんですけど、まずね、彼らはね、その、除染した時に出た土ね、まあ、これ除染土と言います。はい。これとね、この長泥地区で今やってるね、この処理した後の土、処理土。これをね、その、わざと混同させるような、これ全然別物ですよ。処理してあるやつだからね。長泥地区ってやったの処理したやつよ。ね。処理したやつでやったのと、その処理してないね。ただ削っただけの、その、まあ、除染土等ね。その、混同してるんですよ。もう全部一緒くたに除染土って呼んでるんですけど、ちょっと待てと。な。長泥地区でやってるのは、その除染土を集めて処理したやつで、ね。それで、例えば、花作ったりとか野菜作ったりしたらどうなるのって実験やって、まあ、結論的に言うと、それで作っても何も出ませんって話なんです。はい。しかもね、その実験も凝ってまして、処理した土をそのまま使うパターンと、処理した土の上に、ね、もともとその、大丈夫な土ね。大丈夫な土を、上だけ敷いて、で、下が処理した土ですっていうパターンと、全部処理した土ですっていうパターンとね、2種類でやるんですよ。はい。で、やってね、で、どっちももうほとんど問題ないんです。はい。一応ね、今目の前にね、この環境省の、中間貯蔵施設情報サイトという中で、飯舘村長泥地区における、再生利用事業、再生利用実証事業というのがあるんですけど、ここにですね、書いてあります。昨年度ですね、実施した栽培実験。そこでですね、食用作物の放射性セシウム濃度は 0.1 から 0.、ごめんなさい、0.1 から 2.3 ベクレルパーキログラムでしたと。で、厚労省が定める、放射性セシウムの基準は1キロあたり100ベクレルなので、これが 0.1 から 2.3 ベクレルしか入ってないってことは、もうこれほとんど自然に育ててんのと変わんねえってことです。で、ちなみに、厚労省の基準100ベクレルパーキロなんですけど、海外の基準はですね、これ1000とかです。はっきり言って。日本でもともと基準がね、このまあ、この事故の時に民主党政権やったんですけど、10分の1っていうめちゃくちゃな基準をね、やってる上に、ね、で、上に、で、さらにその海外の上行く基準で見ても、それに対して 0.1 とかね、まあ、せいぜい 2.3 ぐらいしか入ってないっていう結果が出てるわけですよ。わかります？まあ、言葉のですね、真の科学的な意味においてですね、まあ、これは、まあ、基準値以下ですからね、まあ、法律的に見ても科学的に見ても安全な土なんです。ね、この処理土っていうのは基本的にね。で、私、現地で聞いた話ですけど、実際ね、上にね、こう、強度ね、普通のこう土をやるよりも処理土だけでやった方がむしろ育ちが良かったみたいなね。まあ、そんな印象もあったそうですよ。はい。なんで、で、これね、なんでこうなるかって当たり前なんですよ。はい。どうしてそうなるかってメカニズムも非常に簡単でね。要はその畑の表面の土とかを削ったわけでしょ。ね。畑の表面の土って皆さんもお分かりですよね。一番肥えた土をですね、削ってきて持ってきてるわけですよ。ね。で、それをね、ちゃんと処理して、ね、放射能をね、濃度を下げる処理をして使ってるわけですから、もともと豊かな土使ってるんで、ね、作物育って当たり前、ね。で、処理してるんで、放射性、セシウムね、出なくて当たり前って、だけの話なんです。
はい。そのもうごくごく当たり前のね、そのまあ科学的な、まあ科学技術な、ね、って考えればさ、もう当たり前の結論なのにね、今日の三問にの扱いはですね、除染土、どうしたらいいんでしょう、周りの事態は不安ですって、またもう、また風評。何言ってんのお前と。な。何言ってんのって感じ。いいですか？何度も言いますけど、もともとね、豊かな畑の一番上の一番濃い土地を削ってきて、ね、処理して放射性セシウム抜いてるんで、それ出なくて当たり前なんですよ。基準値で見てももう、もう全然もう、なんていうんですか、全く問題ないレベル。100ベクレル OK なのに、0.1 から 2.3 しか出ない、検出されないっていうね、ものね。で、しかもそもそもその100ベルクレルって基準が厳しすぎて、海外では1000ですから。いいですか？あの、イギリスで売ってたブラジル産ナッツが800ベクレルとかあるやつあるんですよ。海外では、だ日本ではアウトだけど、海外で売ってるやつがあるんだからね。そういうの食ってんだからね、海外の人はね。ね。ということもね、考えて、科学的に議論してほしいと。ね。いいですか？基準値を上回ってるとかで言うんだったら問題ですよ。ね。下回ってんだから。何が問題なのと。それを不安ですね、とかね。周りの自治体が受け入れないとか、そんなさ、人事みたいに言うのよ、毎日新聞。あ、やばい、毎日新聞つっちゃった。はい。ね。ほんと腹立つなと思いました。でね、こういうね、デマに関してですね、小野田、君議員とですね、室井ゆずきさんがね、最近大変いいことを言ってると、いうことでね、ちょっとね、このお二人のね、ツイートを引用したいなと思います。はい。まあ、この手のね、三文字のようなね、まあ、デマとか風評をね、まあ、実質的には拡散してると言われても仕方ないような今日放送内容でしたよね。ね。だって、除染土と処理土別物だから。ね。なんで処理土って言わねえんだと。ね。処理した除染土とか言えよちゃんとって感じなんですけど、あえてここ言わないですからね。混同させるような言い方してね。なんか飯舘村の野村地区で危ないもんでなんかね、サイバー実験やってるかのような言い方しますけど、全然違いますからね。私が言った2年前ですね、結果出てて、で、すでに今はね、もうもっとこれね、実験進んでまして、いろんなことやってる。まあこれちょっと後で紹介しますけどね。で、この件についてですね、小野田、まあこの件にというかね、その、デマとかフェイクニュース全般に関してね、はい、小野田君議員ね、岡山の参議院議員ですけどね、自民党ね、このようにおっしゃってます。私はフェイクニュースだの、デマだので盛り上がって、視野が狭くなって、冷静な判断ができなくなっている人たちを見るの好きじゃないんですわ。誰に対してでも、何に関してでも間違ってるものは間違ってるし、正しいものは正しい。ぜぜひひということで。まあ、ほんとその通りですね。私もあの三文に見ててね、たまに正論ゴールとかやってるでしょ。正しいこと言ってる時は正論って認めますよ。でも今日のはひどい。うん。そこを区別しなきゃ意味ないんだよ。それ区別してって話でこの授業やってんだからさ。何言ってんだ、三文字と。ね。もう風評をばらまきたい姿勢がもう透けて見えますよね。私はそう感じましたよ、少なくとも。ほんとひでえなと思いました。で、さらにですね、最近頑張ってる室井ゆずきさんね、こんなことを言ってます。これね、あの、コラボ問題に関しての言及なんですけど、三文字にもまあ十分当てはまるなということでね、ちょっと読ませていただきます。二党応援メディアが嫌なところも、ここにある。ひまそらは初めからバスカフェ突撃する人や、シェルターの居所を突き止めようとする人を一緒にされたくないと批判していた。が、メディアの書き方は、それらと、ひまそらをわざと混同するように、反コラボのミソジニー男性みたいに書いた。こんなの正しくないんだよって。もうまさにこれですね。はい、あの、ひまそらさん応援、ね、してる人ね。と、そのまあ、いわゆるね、そういうまあ、突撃、ね、ああいうもう迷惑行為やってるような人ね。ひまそらさん自身も一周すんなって言ってたのに、ね、あいつらがグルなんだ、仲間なんだ、みたいな放送すると。これ今回のさ、除染土と処理土ね、区別しないでね、報道してるこの三文と、すごいなんか報道姿勢、近いでしょ？だからこういうことやってちゃダメなんだよっていうふうにね、思いますね。で、ちなみにですね、このね、長泥地区の事業についてはですね、あの、下の、概要欄にね、URL 入れときますけれども、環境省のですね、中間貯蔵施設情報サイトというところにね、非常に詳しく、書いてあります。で、今ここね、一般の方も見学行けるのでね、ぜひ行ってほしいんですよね。はい。でね、まあ、どういう事業かというとね、簡単に言うとね、まあ、事業概要ね、こういうふうに説明してます。はい。飯舘村長泥地区の、特定復興再生拠点では、2018年4月に認定された、飯舘村特定復興再生拠点区域復興再生計画において、農の再生、まあ、農業ね、農業の再生にあたっては、実証事業により安全性を確認した上で、造成が可能な農用地等については、再生資材で盛り土した上で、復土することで、農用地等の造成を行い、農用地等の利用促進を図ると、されていますと。村内の仮置き場から搬出した、除去土壌、これつまり処理土ね、はい、処理土を再生、資材化し、再生資材を用いて造成した、盛り土実証宿において、
資源作物等の栽培実験等の実証、実証事業を実施していますと。僕が見に行ったらまさにこれです。はい。ビニールハウスとかで育ってました。はい。で、今後実証、事業の結果を踏まえて、農地の造成事業に着手することを予定していますということで、今もう科学的ながらね、大丈夫だということをね、毎年ですね、まあ少しずつ作物作ったりとかね、して、まあ検証してると。で、とりあえずね、私が行った時言ってたのは、お花、ね。お花はまあ口の中入れたりしないんで、とりあえずこれいけるでしょうということで、花作ってます。で、あと、野菜もまあね、実験的にね、作ってます。で、これは口の中入れるんで、気にする人いるかもしれないけど、測るとっていうことで、さっきのやつですよ。ね。100ベクレルの基準に対して、0.1 から 2.3 ぐらいしか検出されませんと。もう、こんなね、ね、ハードルここなんですけど、こんなに安全なんですよ。ね。ね。で、さらに言うと、日本のハードルここですけど、世界のハードルもっと上なんです。はい。フィンランドだったら全然食ってもいいようなもの、日本では食うなっつって言ってるわけですよ。そういうところも含めてさ、ね、どういうスケール感でどうなってるってことを客観的に報道するのがね、これがテレビでしょ。それをさ、わざとね、これまさにね、小野田さんのご指摘通りですよ。ね、小野田さんのご指摘通り、視野が狭くなって冷静な判断ができなくなっていると。ね、どうしてもね、この件でね、不安を煽って数字を取りたいっていうね、なんかそんな横島の姿勢がね、透けて見える、嫌な番組の作りだったなと思いました。で、さらにね、腹立つのがね、風評被害を拡散していたね、某新聞社のさ、記者が来てね、ね、この処理道をね、県外に持っていくことは県外の人が反対してる。関心が薄いとかなんか言ってね、言ってるわけですよ。それ、お前らの努力不足だろうと。な、こういう少数者の声とか、困ってる人の声をね、ちゃんと伝えるのがマスコミなんじゃないのと。散々風評加害拡散しといてさ、これ、それこそね、林智弘さん批判されてますけれども、もう林さんツイッターぜひ見てください。もう、本当にね、風評加害を拡散していたのは、いわゆるリベラルと、いわゆる左派系メディアです。朝日、ね、毎日、ね、この辺がもう、徹底して拡散、あと東京新聞ほんとひどいですよね。ね、被害者に寄り添うとか言いつつ、自分らに都合のいい被害者とだけ寄り添うと。まあ、いわゆる自主避難の方々ね。ね、いいんですよ、そういう人がいるのも。でもさ、戻ってる人だっているんだから。ね。そういう人の意見を踏みにじるなよとね。こういう意見がなかったことにすんなよと。ほんと腹立つなと思いました。今日の番組の作りね、またなんかやりそうだなみたいな感じでね、三毛にこれ警戒しとかなきゃいかんなと、いうふうに思ったんで、ね。早めにね、警鐘を鳴らしておこうかと思いましてね。はい。この動画を撮らせていただきました。ということで、ぜひ皆さん、長泥地区ね、はい。いろんな野菜とかね、お花とか作ってるんで、応援してください。私もね、もう食べて OK だったら、もういつでも食べに行こうかなと思ってます。なんかツイッターではね、もう食べられますよみたいな声もあったんですけど、ちょっとその辺、詳しくまた調べてね、皆さんにご報告したいなと、思っております。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー